はい、山田でございます。メンズエステの店長をやらせていただいております。今日勤務している方に向けてお話しさせていただきます。コロナウイルスが流行ってきてね、自粛するお店も増えてきている中で、あなたは今日勤務されているということでございますが、まあ勤務する理由があるわけでしょ、うん、なのでそれは胸張ってね、迷ったと思うし、休んだ方がいいのかなとかね、でも休んだら困っちゃうなとか、守るべきがものがあるからなとかね、お金を稼がなきゃどうもしょうがないからとか、いろんな理由で無勤務されてるかと思います。また、お客様をたくさん抱えていてね、私が出勤しないと誰々様悲しむだろうなとか辛いだろうなって思う方もいらっしゃるかと思いますし、これはね、自粛もありだし、自粛しないで営業を継続するというのもありだったりします。僕はもう最初からそういう考え、コロナに関しては正解がわからないからね、どういうものかだってまだわからないし、どういう結末になるかもわからない中でね、自分が正しいと思った道を進むしかないわけだから、で僕は一応お伝えしておくと、営業自粛してるんですよね。僕、宇都宮のアロマプリエルというね、地方都市のメンズエステ店の店長をやらせていただいているのですが、僕は自分の心に従って、まあ今は宇都宮の状況や時点の状況、そして各セラピストさんのことを考えて自粛するのがベストだという判断で自粛しております。うちの中でね、稼ぎたいというセラピストさんがいたら、すごく酷な決断になっているのも分かっているのですが、うちはまあそうしていますけれども、ただあなたのお店の店長さんとかね、やっぱりね、考えてるんですよ、どうしたらいいかなって。であなたのことを考えてとか、周りを見て、うちは継続するということで、運営を続けているお店さんの判断も僕は尊いと思いますし、それは、正しい判断だと思います、その店長さんのね、うん、なのでそこで働いているあなたも、休むという決断ももちろんあったでしょうけれどもね、出勤しているのであれば堂々と自分の意思に従って出勤してるんだということで、癒しの提供をね、ぜひしていただきたいなと思います。で、安全管理はね、徹底すべきだし、僕はメンズエステでマスク着用っていまいちなんですけど、タブーなんですけど、本来はね、ただコロナウイルスの時期はマスクなんかもちろん必要だと思うし、この時期マスクが義務付けられてるんじゃないですか、皆さん。ただそういうお店じゃなくてもマスクしますよ、コロナが広がらないためにっていうことで了解してくれる店長さんばかりだと思うしね、必ず出勤する際はリスクが少しでも減るような運営、営業施術をされたらよろしいかと思います。で、ちょっとでも体調悪く、お金稼ぎたくてもね、熱があったらもう出ちゃダメよ、それは、うん、だけど元気で健康だということであれば、リスクをお客様に移さないリスクをね、また自分が感染しないリスクを考えたスタイルで営業されたらよろしいかと思います。で、こんな時代だからね、やっぱり癒しが必要な方がいるんですよね。で、もうテレビのニュースつけても、まあニュース見てないんですけどね、テレビも見てないんですけど、マイナスな内容が流れてきたりとか、ネット見てもコロナでね、気がめいってしまう。で、たった一人で生きているような方もいらっしゃるじゃないですか、家族がいないような方とかね、そういう方がメンズエステのセラピストさんと一緒に過ごす、スキンシップを取る、会話をすることで、なんとか、生きていける、前向きに、過ごせる、ような方もいらっしゃると思うしね、そういう方の心の支えになれるのが、まあ、メンズエステのセラピストさんだと思うのでね、ぜひ、気をつけつつ、自分の判断に自信を持って営業されたらよろしいかと思います。自粛ムードが進むとね、それは自粛してない人を叩いたりとか、そういうような風潮も出てきたりしますし、でもそれは皆さん分かってることでね、リスクを負ってでも、やるべきことなんだということで出勤されてるのかと存じますし、お店のオーナーさんは営業されてるのかと思いますので、それはそういうマイナスは耳に入れないでね、冷静な判断で、例えばでも近所でたくさんコロナの方が感染したとか、そういうのが出てきたらまた考えは変わっていいと思うしね、より安全に一生懸命お仕事されたらよろしいかと思います。僕もね、営業したいんですけどね、本来ね、やっぱお客様の癒し、こういう時こそ癒し提供したいと思ったんですよね。だから歯がゆい思いはしてますけど、でも、まあ、僕は
自粛するのがベストかなというのは変わりませんので、営業再開はしてないですけど、まあ、皆さんのね、お気持ちももちろん分かりますので、ぜひ頑張ってね、癒しを提供してみていただければと思います。では失礼いたします。